皆さんようこそお越しくださいましたそれではご登壇いただきましたゲストの皆さんからまずはご挨拶をお願いしたいと思いますではまずは才賀さんからはい、えー、皆さんこんばんは、えー、リチャードをやらせてもらっております才賀美月ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします続いて緑川さんめぇ <laughs>、えー はい、羊飼いをやらえじゃヘンリーをやらせていただいております緑川光です。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして早見さん、悲しいです。<laughs> はい、えー、よくこう演じております早見翔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあいよいよですね。 来年の1月の放送が近づいてまいりましたテレビアニメ「バラ王の総列」本日はご来場をいただきました皆様そして配信をご覧の皆様に先行上映という形で第1話から第3話までをご覧いただきました皆様アニメの方はいかがでしたでしょうか嬉しいですね大きな拍手をもらうことができました きっとねあのご覧いただきました皆様さまざまな思い感想をお持ちかなと思うのですがゲストの皆さんは今回完成された映像をご覧になってどんな感想をお持ちになったのかぜひ教えてください私からですかねはい <laughs> はいあのとにかく絵がとても綺麗ですよねもうなんかあの独特の表現というかがすごくこう 散りばめられたそんなあのー、印象を、えー、私もあの一、ー、話から三話きちんと見させていただいているので、えー、あのー、すごいなと思って見ておりました。はい、ありがとうございます。緑川さんは映像をご覧になっていかがでしたか、はい。そうですね、やっぱ戦争ものということでね、もうそれはもう気合い入れで、はった、そら。 頑張りました。ないですそんなし、<laughs> <laughs> 僕は僕のポジションをマッしてます。はい。ありがとうございます。<laughs> ぜひ今のでねかえってそういうシーンも見たくなった、えー、気持ちはあるんですけれども、えー、では続いて早見さんは映像をご覧になっていかがでしたか。そうですね。あのー、僕はこのお話をいただいたときにおやったーって思ったんですけど、一話終わって二話の台本を見たときに。 ぐっとこうなりましてね皆さんもご覧になったと思うんですけれどもそれはもうマーガレットにくいですよ <laughs> <laughs> ただねあのーこういうとっても素敵な作品に参加できて、えー、どうなんでしょうねこの後よくこうは黄泉の国で何かこうあれですね指令とか出すんですかねリシャドンですか怖まあそれは冗談としても、まあなん なんかうん、まだなんかこう存在はきっとあると思いますので、えー、とにかくねこの素敵な作品であの絵がすごく絵の演出が象徴的で特に影の部分とかがもう本当にあのなんか止まっているところにこそなんかこう物語とか人のこう心理が動いているっていうふうに感じられてとっても好きです。